皆さんこんにちは、石くんです。さあ今日はですね、今回も軽率に池袋で推しの男たちを探索しに行きました。題して、陰キャフ男子グッズ無限回収軽率サジャーの反復横跳びおばさんの池袋徘徊ツアー、会話への配慮が足りないの陣でございます。イエーイ。そしてなんと動画の最後にはまさかの踊ってみた絶コンテンツも。今回チャンネル登録者何人減るかすごく楽しみですね、ハム太郎。ということで動画スタートです。キラ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 。はい、まずはアニメイト池袋本店に行ってきました。なんとね、新しいビルがもう完成して、なんと店の中に入れるようになってたんですよ。見てください、このキラキラ乗ってない。そしてなんとアンサーのアケボスバル君がこんな綺麗な顔とゴツゴツ乗ってて、池袋全域にマウント取ってくれてたんですよ。もうすごい、スバル君ありがとう。ほんとこんな綺麗な顔と綺麗なお手手でマウント取ってくれて、池袋もマウント取られて喜んでおりました。はい、右が9階になってて、左が新しいビルになってて、新しいビルの方は一部のフロアのみ入場可能になっておりました。そしてアクネコちゃんたちも PR をしてくれてました。ありがとう。かわいいかわいいフェスティバルだね。はい、新ビルの方に入ると、なんとチェーンソーマンの皆さんがお迎えしてくれました。このパネルね、2メートル50センチくらいあったのかな。すっごいでかいビルで、フォトスポットがあって、めちゃくちゃ綺麗でしたね。もうデンジ君はかわいいお顔と、この、わかる、この腕を、男子高校生の腕を無料で見られてありがとうございました。そしてなんと2時3時 EN のルクシムの皆さんがおらっしゃいました。もうすごい、もうスタイルも良くて顔も小さくて、おばさん本当に楽しかった。キラキラしてたみんな。はい、見てください。軽率無線接触写メ返しちゃいました。やばい、ピース。おじさんちょっと目に光なさすぎてサイコパスの方ですかね。ちょっと投資ネポップ怯えてるんですけど、ちょっとやめてもらっていいですか、おじさん。はい、そして休館の方なんですけども、こんな感じでフロア自体をもう改装してて、入れないフロアがあったりして、こんな感じでポップで、ちょっと待っててねっていう感じで、リンヌ君とコロン君がやっててくれましたね。そして A3 のサンリオコラボのポップがあったです。これめちゃくちゃ可愛かった。なんといってもこちら七尾太一くん、もうポチャッコちゃんとは可愛すぎて、ちょっと太一くん、僕もちょっとポチャッコちゃんのポジションに行っちゃっていいですかね。うわー、すごい、これごめんなさい、A3 会話の皆さん本当に申し訳ありません。ご迷惑おかけしちゃいません。ちょっとした欲だったです。本当申し訳ございません。ムチムワな、素敵な男性は、なんと、アンスタの、リンネ君の声優をやられてる、あざかみさんが、声をやられてるんですね。もう、すごい、これ、しかもこれね、上着抜いたら脇が見えるでしょ。ガンダム、ガンダム。そして、僕も、すごいもの見つけちゃったんですよ。っていうのもね、このさ、田代くん君ってやつはっていう BL コミック、僕、大好きなんですけども、なんと、特典を配布してって知らなくて、壁見て、もう、ダブルピースしちゃった、僕。壁見て、ピース、ダブルピースしちゃって、これなんと対象商品1100円購入ごとに1枚好きな柄選べるんですよ。ただなんつう、新刊とかは対象外らしくて、何が対象か分かんないから、もう通販で買おうと思って、ちょっともうここではおさらばしたんですけど、すごい。はい、そしてアニメイト池袋恒例の壁なんですけども、今回は氷属性男子のアニメ化の告知がされてましたね。もうさ、こうやってさ、場面下見ると軽率にハマっちゃいそうになるよね。なんといってもさ、このさ、イケメンのテレ画を見させられたら、僕軽率に1万円払っちゃう。だってイケメンのテレ顔ずるくなったって、顔赤られてさ、そんな1万円払うよってなっちゃうじゃん。もう見ます、アニメよろしくお願いします。で、今回アニメイトで買ったグッズは後ほど購入品紹介の動画でまとめてご紹介したいと思います。待っててね。はい、そしてお次、 K-BOOKS で中古の男の皆さんをあさりに来ちゃいました。もうこんなキラキラ素敵な男の子たちが迎えてくれました。会いに来てくれてありがとう。だってこちらこそありがとう。そして、琥珀がゴツゴツのお手手で迎えてくれてありがとう、琥珀くん。顔は可愛いのに、こんなにゴツゴツなオスの手をしてて、本当に感謝感激、雨タピオカ。そして、お久しぶりでございます。ひじりかわまさと様。本当に、まさとさんもお久しぶりでございます。本当にご挨拶がなかなかできてくて申し訳ございません。本当にひじりかわまさと様がいてくださるから、池袋地区は本当に、安全で平和で、しかも、まさと様がこんなお耳をガバガバに出してくださった、本当にひじりかわまさと様、いつも本当にありがとうございます。はい、グッズいろいろ見たんですけども、リンネ君のグッズが少なかったりとかして、とりあえずこれだけを買ってきました。アンスタの、これ中国のグッズなんですけども、キラキラ、なんつうの、ステッカーガムじゃないんで、チケットキラキラなやつですね。これすごい可愛くない？キラキラしてです。このハートのデザインとかキラキラしてるのすごい可愛いっすわ。これ板場にさ、ケースに入れて、ぶら下げたいなと思って買わせていただきました。もうキラキラしててすごく可愛くないですか？これめちゃくちゃ可愛いですよね。はい、あと別のKBOOKSの店舗で、なんと110円キールツのアウトレット、グッズのアウトレット
レットセールをやってて、これ行った時は、いや、どうせ、なんかアウトレットって言っても、なんか5年前とかのアンスタの一番カフェと缶バッジとか、なんか5年前の缶バッジとか売ってるだけでしょと思って行ったんですけども、これびっくりだったんですよ。めちゃくちゃグッズが安くてたくさんって、ほんと楽しかったです。とりあえず僕が買ったものをご紹介したいと思います。はい、まずはバナナフィッシュのグッズを買わせていただきましょう。これね、もともと欲しかったやつなんでめっちゃ嬉しかったです。あ、これ1個100円のが袋に入って、1袋500円ぐらいですかと思うじゃないですか。これ1袋で500円なの。すごくない？しかもさ、これ裏側見てもらえば分かると思うけど、なんか600円とかで売ってるやつがまとまって5、6個まとまって100円なの。やばくない？これアンスタとかアイナナも同じ感じで、6、7個なんか昔の缶バッジとかラバストとか空き瓶がもうまとまって1袋で100円とかで、すごい安くない？これ。もともと欲しかったしさ、こんなたくさん入ってると思ってなくて最高でした。はい、次は、波多野さんのライブ DVD でございます。これ見つけた瞬間に、待って、波多野さんってあのさ、ブラッド様だよね？ブラッド、あの、エリオスのブラッド様だよねって言って、もう軽率に買っちゃいました。あのね、CD とか DVD もたくさんあって、もうすごいね、あの、たくさん見るの楽しかった。もう、波多野さん、結構好きだからこれ見るの超楽しみ。はい、そして次は、大型の男でございます。どちらの方でしょうか？イエーイ！ということで、グラブルのイケメンでございます。このクッションカバーも100円だったの。めっちゃでかいのこれ。すごい大きいの。あの、サイズを比較すれば男性の拳ぐらい顔面があるサイズ感の。男性の拳ぐらい顔があるから、しっかり男性の顔、イケメンの顔を楽しめるのよ。こんなクッションカバーも100円で売ってるのよ、これ。1650円のものが100円で売っておりました。これ、店内全部100円だからさ、もうこういう大型商品とかもたくさんあってね、今回のセール、なんかほんと、なんかバカにできなかった。マジで最高だった。もう K-BOOKS、なんか、あの、全然付き合ってもいいよ、僕。で、友達はこのグラブルのぬいぐるみを買っておりました。どっちも1体100円でございます。こんな可愛いぬいぐるみも100円で手に入るなんて、もうね、他にもいろんなジャンルがたくさん100円で出てて、これも100円でいいのみたいなとかたくさんあって、ちなみに僕の大好きなトガ犬の血のグッズも100円であって、ちょっとケース着なかったから買わなかったけど、めっちゃ良かった。はい、次は池袋駅の近くにある P- パルコさん、こちらオタクショップがたくさん入っているビルなんですけども、ここにあるハピエレショップに行ってきました。なんとハピエレショップであの、コミケで配ったイラストブックを1100円以上グッズ買うと1冊くれるんですよ。で、この本あまりに欲しすぎたのでグッズ買ってもらってきました。これさ、1100円で無料でもらえる。見てこの厚さ、やばくない？すごい。これもうすごい良かった。もうあのビレイラストがたくさん、あの4ジャンルがそれぞれたくさんイラストが入ってて、ちなみにアンスターはナイツ多めで、エリオスはねもう全キャラ乗っててすごい素敵でした。はい、サイズ感なんですけど、まあビビと同じぐらいでございます。まあ僕読もなので、まあ僕が表紙、僕が橋本環奈さんをやらせていただいて表紙のビビと同じくらいのサイズ感なので、あのぜひビビのサイズ感までもらいに行ってね。すげえ、これマジでいいから、すげえから。はい、次は同じビルに入ってる原神とか海外のグッズをあの取り扱ってるショップにも行かせていただきました。はい、見てください、僕の大好きな原神の推しキャラレザーくんと無線接触シャメ会やらせていただきました。こんな綺麗な男の子とさ、無線で絡むおじさん、何あんたさ、1万円ぐらい脇に挟んでけよ、イケメンの脇に1万円ぐらい払えよ。はい、そしてなんとこちらのお店で福袋売っておりました。1000円、2000円、5000円の3段階で売ってて、僕は1000円を購入させていただきました。中身を見てみましょう。あ、ちなみに開ける前に説明なんですけれども、今回福袋一般向けっていうのと女性向けっていうので分かれてて、なんか女性向けの方だけ残ってて一般向けの方が販売してたんですよ。で、どんな内容なのかなって見てみたら、一般向けの方に原神とかアークナイツとか崩壊サードとか入ってて、女性向けの方は僕が知ってる限りだとあの未定時剣謀だけで他の作品全部知らなくて、まあでもなんか入れてくれんじゃねえのと思って、とりあえずなんか女性向け残ってたので買わせていただきました。はい、中身はこんな感じでございました。あのごめんなさい、あの知ってる作品一個もなくて、あの僕あの知らない前提で買ってるんで全然大丈夫でした。でもこれ多分なんですけれども、作品知ってる方いたらめっちゃお得な福袋だと思います。このアクリルスタンドなんですけども、1個なんと1760円ということで、多分定価で言うと6000円分ぐらい入ってるのかな。結構しっかりしたアクリルスタンドとか缶バッジとかキーホルダー入ってたので、多分知ってる方からしたらお得な福袋、これ1000円で買えるってめちゃくちゃお得だったなと思って、ちょっとあの一般向けの方もね残ってたらぜひ買いたかったんですけれども、こんな感じでございました。あと別の回では弱ペダのオンリーショップ的なのもやっておりました。こうやって今でもショップしてくれるのめちゃくちゃなんかワクワクしない？こういうのなんかわかるでしょ、オタク。なんかあの結構こういうのめっちゃあーってなってワクワクするよね。あとさ、池袋にあるあのゲームセンターのナムコさんに行ったんですけれども、店舗の一部にあのショーケースを置いて今月のスタッフ一押しみたいなコーナーがあったんですけども、なんと今月まさかまさかのサイコパスだったんですよ。これめちゃくちゃ嬉しくない？僕サイコパス大好きで、だってさ、2023年令和5年にサイコパスだよ。あのなんかもうここの店員さん大好きってなったら、もうまさかサイコパス見れるなんてみたいな。いや、もうサイコパスの鴻上慎也さんと言ったら、もう初代ムチムワ男と言っても過言じゃないからね。こんなムチムチで腹筋ムチ
ムチの、もう大好き。もう、鴻上さんに何回抱かれたいと思ったかって、もう本当ね、数えきれない。指折り、数えきれなかったから、ね、本当マジ、今でも抱いてほしいから、DM 欲しいもん。いや、サイコパス語りてんだよな、もうさ、魅力的だけど、ギノさんも可愛いしな、なんかさ、サイコパス語りたい、めっちゃか、サイコパス好きな人おらん、なんかサイコパスめっちゃいいよな。はい、そして、羅針盤さんにも顔出したんですけど、もちろん、女性向け福袋ゲートさせていただきました。イエーイ！こちらすごいボリューミーなので、別の動画で開封してさせていただきたいと思います。見て、この、ずっしり入っててさ、こんな屈強な男が入ってるに決まってんじゃん。もう、どんだけ男詰めてんの、羅針盤さん。ちょっと入るの足りないよ。もうほんと、開けるの楽しみ、たくさん男、出したいよ。と今回池袋回ってて、うわ、すごいなと思ったのが、こんな感じでグッズの自販機が増えてたんですよ。なんか自販機ってすごくないと思って、こう缶バッジとアクリルスタンドって言ったんだけど、なんかさ、可能性が広がるっていうかさ、グッズ販売の可能性が広がる感じがして、すごいちょっとね、ワクワクして楽しかったです。これは海外のフィギュアがラインナップされてる自動販売機なんだけど、1個1500円ぐらいって言ってたかな。でもさ、すごくね、こうやって買えるってさ、もうなんか見やすいしさ、うわ、なんか、すごい近未来的だーと思ってすごいワクワクしちゃいましたね。そしてグッズを見るついでにデパートで、まあ、コスメコーナーは僕美容系 YouTuber なのでコスメコーナーも見させていただいたんですけども、あのディオールの正月にね、あの発売したコスメがなんとレオパード柄、ヒョウ柄なんですけども、ディオールのヒョウ柄ね、僕、あの、同人設定で天樹りんねくんの柄って、あの決めつけさせていただいてるんですよ。あの僕同人設定 でなんとディオールのオンラインディオールの通販でこの、 あのクッションファンデのこのクリスチャンディオールって文字あるじゃん、ここに好きな文字を印字して、あのオリジナルのね、あのクッションファンデケースを作れるっていうサービスがあって、そこにさアマニーとかリンネとか入れてさ、あのディオールのクッションカバーリンネくん用の作っちゃうかも。美容系 YouTuber なので、まあ、作らせていただこうかなと思ってるんですけれども、すごくでもただ値段が1万2000円ぐらいだったので、すごくなんかあのこのドキドキマって感じですごいですね。買うかもしんない、わかんねえ。はい、そしてこの日、12月31日だとね、友達の家で年越しをすることにいたしました。なんと、アンスタくんね、あの、年末の年越しライブをアプリでしてくれるんですよ。これ、すごいサービスですよね。もう、すごい、あの、友達同士、すごい、もう、配慮のかけらもない男たちで最高ですね。かわいすぎ、無理。そして、年明けして早速、アンスタにログインしたら、なんと、ヒメルちゃん、メルプチ太郎ちゃんが、明けおめのメッセージくれました。あ、個人的な関係があるわけじゃなくて、これ、アプリユーザー全員が見れるやつなので、あの、全然個人的な関係があるわけではないです。で、アンスタでおみくじ引いたんですけれども、なんと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 大吉引かせていただきました。いやー、今年も絶対いい一年になる。今年は絶対に山田涼介になれるってことだよね。アンスタの皆さん、山田涼介になります。僕よろしくお願いします。はい、そして最後に衝撃の映像でございます。あの、ジャニーズのライブ、あの、年末にやってたテレビ番組で、あの、アイドルダンスしたくなってアイドルしてる。ビジュアルがね、もうエアロビクスしてるおばさんでしかなかったな、本当に。マジでね、あの、友達笑いすぎて、あの、下降気流になって、嘔吐しそうになってたからね、あの、マジでやばかった、これ、グロくて申し訳ありません。はい、ということで年末は相変わらず池袋で男遊びするってもうほんと限界ムチムは男オタクですかっていうような感じの、あの、年始、末年始でございました。あの、ほんと皆さん今年もよろしくお願いいたします。今年の目標は、なんていうのかな、まあ、軽率に男を集めるっていう方が全然なんかあの、なんか仕事とかマジどうでもよくて、あの、なんかほんと男をどれだけ仕入れれるかにかかってるよね。2023年は令和5年は男だよね、みたいなところで。やっていきたいと思います。ということで、あの、皆さん、あの、今年もよろしくお願いいたします。今年も皆さんにたくさんのムチムワ男を発信できるように、これからもまあ読者モデル兼美容系 YouTuber として頑張らせていただきたいと思います。それじゃあ、橋本環奈でございました。またねー。